大浅彦神社。大浅彦神社は、徳島県鳴門市大麻町坂東にある神社。式内社、名神大社、阿波国一宮。旧社格は、国兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。通称として、大麻さんとも呼ばれ、阿波国、阿路国領国の総鎮守として、現在は、徳島県の総鎮守として、信仰を集める。境内は、 大湾山形立自然公園に指定されている。日本の神々神社と聖地に参用、四国以下、日本の神々によれば、古くは室町時代成立の大日本国一宮木にあるように祭人は猿田彦大臣とされ、文化十二年、1815年の阿波国式社略校にも見られるように、外して、裏部系の考え方は、 サルタヒコ大臣で統一されているのだという。日本の神々では、これに対し、神社、官主の側では、教法十四年、1729年と法歴四年、1754年に、軍大奉行へ、ご神体、サルタヒコ大臣と崇めたて祭りソーラウギ、なおまた秘設これありソーラエども、と上書したように、サルタヒコ大臣は、大麻山山頂にあったのを合祀したもので本来の、 主催神は、天日和氏いの雨の日はしのことであると、猿田彦大臣を案に否定して、淡インベ氏の祖神に、付読する努力を続けてきたようだ、と述べている。日本初期の神代巻では、淡インベ氏の演奏は、天日和氏のであるとし、小藻周囲では、天ねふいのの富のをして、天日和氏の孫を率いて、小江尿の地を求めて、阿波国に使わし、国、 朝の種を食はせしめたとしているが、日本の神々によると、阿波国の国学者、野口年長は、安防国下立松原神社に伝わる、陰部死刑図から、大朝彦命は、天日橋命の,の子で、またの名を、つくいみ命、つくいみの御事と言い,い、その娘は戦士加工姫命、しか、え媛命の御事であるとの説を提唱したのだという。明治時代以前は、 猿ヒ彦大臣とアワインベ氏の祖の天日わし命とされていた祭神を明治以後は猿ヒ彦大臣と古伝に基づいた雨の太玉の命としたが日本の神々によれば山口定金がインベ氏祖神説の傾向をさらに発展させて唱えた天日わし命は淡木部の祖先であるからインベ神社はインベの社 または地名によりおえの命と申すのに対して、当社は大祖飴の太玉の命を祀って、大朝彦人と申すとの説が、現在の大魔信仰の基礎となっているのだという。同書では、神話において、天孫降臨にごとも糸口の一人として随伴した、天神神の飴の太玉の命と、そのよく手に現れた国津神の猿田彦大臣は、本来別系統の神であり、 本質的には対立する関係の両神が、同一社地に祀られている理由は、必ずしも明らかではないと述べる一方で、猿田彦大臣が祀られた事情を次のように推測している。下立松原神社のイ隠シケー図では、大朝彦命は別名を、つくいみ命、その娘を戦士過去を姫命としているが、この申請は、つくい礼、つくいみと、 地下でいずれも港に関係した名を浮かみある。当社の場合、インベシ勢力の衰退とともに、救い身命の性格が忘れ去られていき、経済の発展とともにますます重要視されてきた、港の神、交通の神としての機能が特に残ったものと考えられる。インベシが没落すると、室町時代に民間流行した、後進進行により、地元の神、交通の神である、 猿田彦大臣の申請が不快されたのであろう、としている。社殿によれば、神武天皇の身よ、フの太マの命のお孫の天父、命が、阿波ンベ氏の僧を率いて、阿波国に移り住み、朝、ョの種を発色してこの地を開拓、麻布木綿を生産して、植産工業と、国立民服の基礎を築ったことにより、祖神のフの太マの命、大朝彦人を、 阿波国の守護神として祀ったのが、当社の始まりだという。日本三大実録上岸元年、859年1月27日の、上によれば、当社は十五位下から十五位上へ深海が少女されている。日本三大実録の記事によれば、さらに当社は、上岸9年、867年4月23日の、上で、正五以上、元領二年。 878年4月14日の上で14位下、元領7年、883年11月1日の上で14位以上に進会を進めている。延長5年、927年には、縁技式神明庁により式内社、名神大社へ列格された。平安時代から鎌倉時代にかけて、神仏集合思想に基づき神社を実質的に、 運営する神宮寺が各地で置かれたが、諸国一宮では、四国八十八箇所の第一番札所領前寺が当社の神宮寺であったと述している。しかし、中世諸国一宮製の基礎的研究では、別当寺は不詳であるとしている。長屋軍祭末記録には、神事に替えがあったことにより阿波国の大魔神が、 たたりたもうたので、死者を使わし中払いを課して払い清めるべしとの、常略4年、1080年6月10日付の仁義館総場が記載されている。室町時代に成立したとされる、大日本国一宮記には、当社が阿波国一宮として記載されているが、中世諸国一宮制の基礎的研究では、南北朝時代に伝統的な社格を誇り細川氏の守護所にも近かった。 当社が敵対勢力であった一宮氏が官主を世襲していた一宮神社に代わる新たな阿波国一宮としての地位を得ることになったと考察している。全国一宮巡りによれば室町時代には細川氏や三好氏、江戸時代には徳島藩主八須家の庇護を受けたとしている。また、教皇四年。 1719年には最高位の小一くらいの深海が少女されている。明治六年1873年に国兵駐車へ列格し、明治十三年1880年に本殿以下が国費を持って造営された。大正八年1919年、本殿の裏に一畜アーチ橋が竣工した。この橋は第一次世界大戦の捕虜として、 バンドーフ領収容所に収監されていたドイツ兵が帰国の際に彼らの提案と工事により建設されたことらドイツ教と呼ばれている。第二次世界大戦後に旧社格が廃止された後は神社本庁が包括する別表神社となり昭和45年1970年には宇治古数傾者の寄進によりのりとどの内拝殿、外拝殿が築造された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。